インビティに入れるっていうのは、もう本当あのプロサーファーとしてやってきて、やっぱ一番すごいこう自分があの到達できたところだなってすごい光栄に思いますし、まあ、そのパイプラインっていう場所が僕が一番世界中で愛してる場所で、そこの場所で行われるコンテストっていうのが2つしかないんですよ、1年間に。この1つがパイプラインマスターで、もう1つがオルコンパイプなんですよ。僕の師匠であるヒロミさんですかね、やっぱりヒロミさんの脳ショアが来るとヒロミさんの後ついて一緒に入ったりとか、この脳ショアっていうのはもうプロサーバーとしては外せない場所だったんですよ。はい、何回も来ますよ。もうやっぱりだってサメが住んでると海なんですよ。で、僕らがサメが住んでる場所にこう入らせてもらってるわけですよ。なので見るのは当たり前だし、もう彼らがもう岸の近くに来ようと思っていつでも来れるんだ。なのでやっぱりその一番重要なのはやっぱリスペクトをする気持ちですね。もうその海の生物、海に対するリスペクト気持ち、もうよろしくお願いしますって感じで、それがやっぱすごい僕の考えではすごい重要だと思ってます。モーショーは来ててもそのチャンネルがずっと繋がってるんですよ。で、一回それ切っちゃうともう繋がらなくなっちゃうんですよ。その海も全く一緒で、自分が海に入ってなくても海の近くに行ってずっと見れたりとか、なんかそうやってこうちょっと自分のチューニングを海に合わせようとしてるとずーっと合うんですよ。で、そうすると今話したみたいに海に入ってて、いろんな感覚が分かる、今まで分からなくても分かるようになってくるし、見えてなくても見えてくるようになるし、そうなんです。それすごい重要なんですね。内観が研ぎ澄まされてたりとかするほど、ただ目を開けて見る方法を変えればいいだけなので、外観も研ぎ澄まされてくるんですよ。やっぱりそれをやってるのもすごい大きいですね。海の中のその感覚みたいな見えないところが見えるようになってくるし、やっぱそれをいかにこう常に日頃から続けて、その性能、要はあの潜水艦のソナーじゃないですけど、それをいかにハイクオリティにいつもしとくかっていうのは、やっぱいざっていう時になった時にはすごいそれできてると思います。彼が説明をしてくれてて、で、それのあるなんか 3B かなんかのところに、脇田ピークって書いてあったんですよ。これで、ここはいつも脇田と何人か、あの、2、3人の日本人がそこで待ってて、で、ここで待つ、ここでサーフィンする場合はヘルメットを被ることをお勧めするって言って、ほとんどがクローズアウトだから書いてあるんですよ。その辺からちょっとなんか、ちょっとオフィシャルっぽくなっちゃって、パーってこう世界に広がっちゃって、あの、僕ら、あの、グーフィー三重士で、僕のことを言うのは、ヒーザ・チャージャーって言うんですよ。そう、彼はもう、なんですか、頑張ってこうチャージするんですよ。やばい波でもチャージするんですよ。今はところサーフボードウェイドのところサーフボードシェイプしてるボードを全部持ってます。もう本当に世界でもうベストボードの一つですし、ベストシェイプの一人ですし、もうあのノーシュワンの試合があるとダブルシートのサーファーほとんどのところなんて動かしますから、そのぐらいやっぱりで、おまけに今回のウエストのソラリとか波が強くなってくるとみんな結構どこまで使ったりもしてますし、ロックダンスがここのサーフボードをディストリビュートしてるって感じなんですよ。今回の JPSM も稲葉亮君があのちっちゃい一宮の波でもね、やっぱりところボード乗ってて走ってて、もうスプレーも飛ぶし、めっちゃ調子良さそうだなと思いましたね。